あ、ツイッターの手前ですね。そこから、今ね、こういうふうに木があるんですが、そこがね、なくなりましたら、茶色色の建物ですね。それが松井秀喜さんの家になりますね。緑色の、ちょっととんがりみたいな感じのところが、松井秀喜ベースボール記念館になります。それでもあっという間ですのでね、今ちょっと左側を見といていただければ見えてくるかと思います。でこのね、林を過ぎましたら、左側に茶色色の家が見えてきます。あっという間に、うん、見えてきた。まずい。もうこれか。これ楽でじゃないですね。ここ出てからです。この壁を越えたら緑の屋根が見えます。屋根が綺麗か。さあ、後ろの家、みんな茶色い屋根あるでしょ。あれみんな松井さんの家なんですよ。あの後ろ、あの後ろは全部そうなんですよ。あんまりわかる。あんまりすよね。ここで見てやれば。